2024年12月期第二四半期決算についてリカバリーインターナショナル株式会社柴田純也代表取締役社長よりご説明いたします柴田社長よろしくお願いいたしますただいまご紹介に預かりました柴田です本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます早速ですが当社の第二四半期の決算説明をさせていただきます 本日はですね、こちらの5つの項目に沿ってお話しいたします。まずは事業概要。2024年12月期第2四半期決算概要。そして今期の業績予想と進捗、トピックスというふうに進めてまいります。よろしくお願いいたします。まずは事業概要でございます。当社はもう一人の温かい家族、 を企業理念に掲げ訪問看護サービスを展開しておりますもう一人の温かい家族どんな時でも家族は常に傍らにいるそんな家族のような存在になって歩んでいくとそれから当社は一緒に働く医療従事者しっかりと生き生きと働く人を増やしたいとそういう思いで訪問看護事業を営んでおります。 訪問看護、なかなか聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、訪問看護、今、非常に注目されております。内閣府の調査によりますと、60歳以上の男女に現在、住んでいる地域に住み続ける予定があるかどうか聞いたところ 93.、93.1%の人があると答えております。また、60歳以上の方に、毎日治る見込みのない病気になったときに、最後をどこで迎えたいか。 と聞いてみると、51%の方が自宅と答えております。しかしながら、現在我が日本においては、この在宅種の割合が他の国々と比べて非常に低いというのが一つ社会課題となっております。そこで訪問看護が注目、高めているという現状でございます。次に訪問看護とはなんですけれども、 病気や障害を持った方が住み慣れた地域でその人らしく療養生活を送れるように看護師等がですね医師の指示のもと訪問して医療行為を行うというそういったサービスでございます対象者は乳幼児からご高齢の方まで病気や障害のある方で訪問看護が必要な方になっています訪問看護は保険が適用されるサービスでございまして医療保険または介護保険が適用されます よく訪問介護と訪問看護、何が違うの、どう違うのという質問を受けるんですけれども、訪問看護も訪問介護も訪問するという点では同じでございます。訪問看護に、当社が営む訪問看護はですね、訪問して医療行為を行うのが訪問看護でして、訪問介護はどちらかというと、生活のお世話をする、調理ですとか、お掃除ですとか、買い物に行ってあげるですとか、そういったサービスが訪問介護になっています。 いずれも在宅生活を支える上では非常に大事なサービスになっておりまして、当社は訪問看護に注力しております。訪問看護の具体的な内容としては、例えば病状の観察ですとか、お薬の管理、それから床ずれの予防と、それからお薬を塗って包帯を巻いてあげるような処置、まあ、こういったところ、時には点滴なんかを打つこともあります。まあ、こういったサービスが訪問看護の具体的な内容でございます。 訪問看護のサービス提供の流れなんですけれども、真ん中のグレーの四角の枠、こちらが当社でございます。当社には医師はおらず、ご利用者様につく主治医の方から指示書というのをいただきます。この指示書に、訪問看護がこういった医療行為をやってくださいという指示が書いてありますので、この指示書の内容に沿った医療行為を行うために、当社に所属する看護師、 が在宅療養生活を送っているご利用者様のもとへ訪問して医療行為を行う。こういったサービスの流れになります。次に事業系統図でございます。一番右にご利用者様がいまして、真ん中に当社です。左に医療機関、主に主治医と、今度介護保険を司るケアマネージャーさんがいらっしゃいます。 重要な KPI と収益が発生する場所をそれぞれ黄色と緑で表示しております。当社は非常にこう訪問看護が労働集約型なサービスになっておりますので、訪問看護の人員数、非常に大事な KPI と捉えております。また、保険が適用されるビジネスですので、まあ、国の法改正によって訪問単価というのは決まってくるんですけれども、医療保険とこちら、介護保険で訪問単価がそれぞれ決まってきます。 そして、えー、単価かける訪問件数ですね、ご両者様1人に対して、1ヶ月に7回、8回というのがだいたい平均の1利用者当たり訪問件数なんですけれども、何回も、ね、訪問しますので、延べ訪問件数という言葉を用いています。でこれら単価かける件数で、保険の売り上げというふうになっておりまして、えー、一部がご両者様負担になり、残りがあ保険者。 まあ行政機関へ請求してお金をいただくという保険の売り上げになっています。まあこういった系統図です。また訪問看護、それから在宅医療というところまで含めた市場規模とポテンシャルがこちらの図になっています。こちら十一期というのが当社の昨年の年間売り上げでありまして約十六億円。え二千二十一年の訪問看護市場は何千六百五十二億円となっています。 市場自体、毎年10%以上の伸びを示しておりまして、しっかりマーケットは大きくなっていく見込みが今後も続いていきます。特に、超高齢化社会が進展する2040年予測になると、訪問看護を含む在宅医療、在宅介護の市場は36.2兆円になるというふうに厚労省は発表しております。次に、 業界が抱える課題を皆様にお伝えしたいと思います。当社は業界が、訪問看護業界が抱える課題として3つ特定しています。1つは利用者数。2つ目に効率性。そして3つ目にリソースの部分でございます。利用者数に関しては、訪問看護サービスの認知度が非常にまだ,まだまだ低いというところが1つ課題として捉えています。 訪問看護、訪問介護、どう違うのっていうところを非常に今もよく聞かれますし、もちろん知っていただきたいので、たくさんこう丁寧にご説明差し上げるんですけれども、聞かれるたびに、まだまだ訪問看護も認知を高めていかないといけないなっていうふうに感じているところです。また、効率性という部分では、紙文化が中心になっています。先ほどお話ししたケアマネージャーさんですとか、 あの情報のやり取り取ご両者様の情報のやり取りは、今でもファックスが主流だったりします。非常に紙文化中心になっておりますので、そのあたりの非効率性、効率性の課題、これは業界全体が抱えている課題というふうに感じています。それからリソースですね、訪問看護人材の不足でございます。訪問看護師の数は2021年の10月時点で10万人と、 いうふうに集計されておりまして、一方、訪問看護協会が出しているアクションプラン2025にはですね、2025年におそらく15万人ほぼぐらいが不足するであろうという見込みになっております。ですので、まだまだ家に帰りたいご利用者様がいらっしゃる中で、その供給、我々のような看護人材、この不足が、 大きなな業界ととしてても課題いいうふうふになっていますそれに対して当社は一つ一つしっかり手当てをしてそしてそれを当社の強みとして会社として成長していきたいとそういうふうに考えています。 まずは利用者獲得力ですけれども、当社はあえてこう営業専門の部署、部隊を置かずですね、看護師ですとか、まあ、訪問看護というのは看護師だけではなくて、まあ、理学療法士ですとか作業療法士といったリハビリの専門家、こちらも医療職なんですけれども、も訪問看護にしっかりと回っています。これらの方々がその専門性を生かして、ケアマネージャーさんですとか、医療機関に挨拶に行って、 専門的な話をすることによって、信頼を獲得して、あ、ここに患者さんお願いしようと思ってもらって、紹介をいただくと。まあそういった流れをしっかりと作り上げておりまして、まあ、認知度が低い訪問看護ではありますけれども、患者さんの依頼の数というのは年々過去最高を記録していることができています。また効率性の強化ですけれども、神文化中心の中で IT、 ICT か, I か、まあ、最近ではテクノロジーを活かして AI っていうものを会社のオペレーションの中に順次導入しております。まあ、例えば先ほどお話ししたファックスの件ですけれども FAX 機にどうしても当社の外からの FAX は届いてしまいますけれども一つあるやっているのはその FAX をコピー機から出さずに もう届いた時点でクラウドに載せてしまうと。でクラウド上でどんなファックスが届いたかなっていうのを見に行くで。そのクラウド上に保管したものであれば、そのリンクのコピーで現場の看護師等のスタッフにタイムリーに送ることができて、紙ではなくスマホのリンクを開くことで届いたファックスを見ることができる。まあ、こういったペーパーレス化を促進しつつ、 ファックスで紙でのやり取りではなくてデータでのやり取りをすることで効率性っていうのを高めております。また人材開発力ですね。当社の入職者、入社者はですね、9割以上が訪問看護未経験で入ってきます。しかしながら3ヶ月ほどしっかりと当社の育成プログラムを経ることによって、1人で訪問行ける、そういう看護師を育てることができます。 具体的には、こういった地域連携活動として、ピラミッド上の当社の認知から、信頼関係を作って、新規依頼獲得して、リピート獲得というような仕組みと戦略をしっかり練って、会社全体で営業職を置かずに依頼を継続的に取ることができています。また、効率性を重視した部分にで行きますと、先ほどの紙文化のところ以外の面では、訪問エリアですね、 しっかりと地図上で区分けして、自社競合ですとか、自社同士でこう、カニバリゼーションをね、発生させないように、しっかりと証券エリアを定義して、どの看護師がどこまでのエリアのご利用者様を見るか、これを IT 上で表現し、効率的にドミナント戦略をうまく機能させるような仕組みを構築しております。 また、紙文化の話に戻りますけれども、結構ですね、訪問看護の業界はですね、一拠点に一事務員というのが、よく行われているオペレーションの、まあ、人の配置の仕方なんですけれども、当社は一拠点に一事務員といった配置をせずに本社に集約して、その本社に集約した事務員がいくつもの拠点を一括で見ると、まあそういった形、 を仕組みとして構築しておりますのでまあ、管理コストの面も非常に効率化できております先ほど申し上げた未経験者採用と早期育成プログラムでございます当社チューター制度というのを設けそのチューターとともに教育プログラムをこなしてしっかりと OJT もやっていくとこの3つの組み合わせで3ヶ月で1人前に訪問できるレベルまで引き上げるプログラムを構築しております また、今度はですね、訪問看護事業者と介護事業者の収益構造の比較でございます。訪問看護と訪問介護というあたりをまず左の方で比較しますと、訪問看護はですね、1件当たり大体平均すると、1件当たり売上高8000円ぐらいです。また、で訪問介護の方は、1件当たり3900円ぐらいになりますので、約2倍違うという形です。 一方で、人件費もですねあの看護師と医療職は高いんですが、介護福祉士等の人件費と比べて2倍かというと、そこまで高くはないので、売上総利益としてしっかりと訪問介護に比べても利益が残るというようなモデルになります。また、施設系の介護事業者との収益構造比較ですが、こちらですね、 施設系の介護事業者はあやはり施設でのこう一方で当社はご利用者様を呼ぶではなくて我々がご自宅に訪問しますので大きな施設を構える必要もないですし日中は出払ってしまって、まあ、水耕熱を事務所で使うことはないので、まあ、非常にコスト面は軽い。 そのために当社の原価構造から計算される営業利益率は昨年も実績として9%を叩き出しております。はい。ここまで会社の事業概要でございました。続きまして2024年12月期第2四半期決算概要でございます。まずは当期の重点課題です。 理念の実践と事業規模拡大に向けた組織力の強化で持続的成長を実現するというところをテーマに掲げておりまして、まあ、具体的には4つ理念の浸透拠点開発力の強化新規来の獲得それから採用力の強化を具体的な重点課題と捉えて1月以降課題のクリアに取り組んでおります。 えまずは理念の浸透ですけれども、理念の言語化、それから幹部クラスによる理念の体現、こちら順調に言語化を終えまして、現在幹部クラスへ理念の浸透、体現というところを進めているところでございます。また二つ目の拠点開発力の強化。こちらに関しては、特にあの新規出展拠点にこの拠点開発力の力を注いでおりまして、立ち上がりの速さ、 出店すぐのご利用者様獲得の速さ、多さ、このあたりをしっかりと拠点開発力を強化することで、えー、実行に移しています。しっかりとこの第二四半期に至るまで成果を出すことができています。それから新規依頼の獲得、証券内地域連携活動の強化ですね。拠点が、拠点数が非常に増えてきておりますけれども、しっかりとこちらにも、 注力できておりまして、今年の3月には過去最高の依頼数を獲得できております。えー、そして4つ目、採用力強化です。採用力強化について、採用自体は非常に、えー、うまくいっておりまして、人の数も想定以上に増えております、えー。しかしながら重点施策として挙げている、紹介会社経営の採用割合の減少。これに関しては、昨年と比べると若干紹介会社経営の採用割合が増えております。 このあたりは引き続き重点課題の一つとしてクリアを目指して頑張っていきたいなと思っているところです。次に数値面の決算サマリーでございます。売上高は2級類型で9億2900万。前年比プラス21.1%。営業利益は4500万。前年比32.5%の減少。当期準利益は3000万ちょうど。前年比で33.7%の減少となっております。 こちら事業の外況としましては5月に計画通り2拠点の開設を完了しておりますそれから出店採用の収益貢献により第2四半期売上高は順調に推移しています人材採用費及び本社コスト増加により第2四半期純利益は前年同期で減少しています先ほどお話しした人の採用と後ほどお話ししますが 3級1級からの復帰してくださる方が非常に多く予想を上回っておりまして、その部分が利益の圧迫要因にはなっています。しかしながら、通期の計画、発表している計画を達成することを想定すると、非常に順調に来日四半期まで来ているなというふうには考えております。採用計画に関しては、計画通り59名の採用。 看護師、セラピストを採用できています。こちらのセラピストというのが、えー、リハビリの専門職である理学療法士ですとか、作業療法士といった方のことを指しています。えー、次に、えー、具体的に、えー、少し損益計算書を具体的に見ていきますと、売上高について、えー、既存拠点の収益改善と、関節拠点の成長によるプラスと、えー、それから人の増加が 想定以上に進んでいることによる利益率としては3.9ポイント下がっているというような状況でございます。市販単位の売上高です。売上高は拠点数と人員数の増加に伴い右肩上がりで推移しています。営業利益は4月の大型採用による採用費の増加で減少しましたけれども、年間の7割相当の採用を4月に実施行できております。 試案期単位で見たときに2級は過去最高の売上高となっています。売上高に関する主要 KPI です。主要 KPI は訪問看護人員数 ×1 人当たりの訪問件数、それらに訪問単価をかけて計算されるというふうに区分しておりまして、12% 人員数ですね。人員数は昨年の2級比でプラス46名。一人当たり訪問件数は昨年2級比で同程度。そして訪問単価は昨年の2級比でプラス63円というふうになっています。それぞれ棒グラフで追っていきますと、一人当たり訪問件数と人員数の推移です。看護師等の人員数は例年通り4月。 当社12月決算ですので4月は2級の時期ですね4月の大型採用により2級に大きく増加しています2級比較で見たときに184名から230名に増えておりますのでプラス46名というふうになります次に訪問1件当たりの単価推移です2024年、えー、報酬改定 介護報酬と診療報酬と、つまり介護保険と医療保険のダブル改定が行われた年なんですけれども、現状ですね、もうすでに改定後の実績が出てきておりますが、単価に関してはほぼ横ばいというような形で、悪影響が懸念されましたが、特に悪影響はなさそうだというのが見えております。延べ訪問件数の推移です。 こちらしっかりと、四半期ごとに過去最高の更新を続けておりまして、前年同期比で見ると、プラス11,711 11件、23.7%増加しております、えー。利用者数、ご利用者様の数ですね、の推移です、えー。こちらもしっかりと過去最高を更新しておりまして、 前年2級比でプラス名、えー、率に直すすと増加しています採用数の推移です。採用数に関してもしっかりと採用計画を達成し、過去最高を更新しております。2級に関しては前年同期で2級累計ですね、9名プラスというふうになっています。 先ほどお話ししたこの緑の部分が紹介会社なんですけれども、昨年ちょっとこう濃い緑の部分と比べると、若干こう紹介会社のからの採用が割合としては増えてしまっておりますので、こちらは一つ課題として捉えているところです。また今年から決算説明資料に載せております人的資本データですね、人的資本経営に関するデータを載せています。 6月時点で社員数は266名となっています。男女比ですけれども、まあ、看護師が非常に多く在籍するというところ、またあのセラピストも男性も女性も非常に多いので、全体として見たときに女性が7割近くというのが当社の組織の割合になっています。 っていうのも、まあ、そこのもともとの会社全体の構成とほぼ禁似するような形で、女性の方が多くなると、まあ、そういった形で組織を作り上げております。年代比率で見ますと、20代、30代が非常に多い組織になっています。そして、年代別の管理職比率でいきますと、まあ、やはり20代、30代、しっかり当社の育成プログラム、それからマネージャー層、役職、 にですね上がっていくためのプログラムを整備しておりまして若くしてしっかりとマネジメントできる人を育てる体制、えー、役職者を増やしていく体制、まあ、そういったところを構築しておりまして若い人でもしっかり組織だった動きができているというところが一つ読みとしてあるかと思います2024年の中途採用数は先ほど と比べて、ここには本社の人員数も入れておりまして、プラス61名入社しています。で2024年の3休後の復帰人数は6名というふうになっています。営業利益増減要因ですけども、えー、既存拠点、しっかりと利益貢献しております。売上総利益。 既存点で見ると41.6%というふうになっておりますので、非常に高い利益率で推移しています。そこでしっかりと新規拠点も出すことができていて、新拠点出せば出すほど来年への投資という意味でも貢献してくれると思っています。2級費に関しては営業利益ベースで 前期比で下がっておりますが、こちら先ほどお話ししたような人員数の増加が予想よりも上振れているというところが主な要因でございまして、しっかりとこの下期には利益貢献してくるというふうに考えています。次に貸借対象表です。しっかりと黒字経営も継続しておりますし、自己所有比率は69.9%まで上昇しています。 続きまして3つ目ですね。2024年12月期の業績予想と進捗でございます。まずは2024年12月期にすでに発表しております業績予想のサマリーです。売上高は19億8000万、営業利益1億7800万、当期準利益1億3100万と増収増益を予想しております。えー、事業概況として、まあ、しっかりと えー、6拠点開設していくというところ。こちらの計画、今順調に進んでいます。えー、昨年、飛び地出店した拠点がありますので、まあ、そこを起点に出店の幅が広がっております。そこを計画しています。また、過去最高の看護師等の採用、育成を計画しておりまして、えー、非常に順調です、えー。業績予想を前年と比べると、このような形になります。 売上高は新規出店マネジメント強化による新規の依頼獲得と訪問効率化によって前期比プラス23.4%営業利益特に既存店の売上総利益の貢献が出店コストバックオフィス側の投資を吸収して前年比プラス18.8%というふうに見込んでいます通期の業績予想に対する進捗状況でございます 売上額の進捗はほぼ計画通りでございます。まあ、前期の進捗に比べると0.8%、まあ、0.9ポイントあたり足りてないですけど、ほぼ予定通りです。営業利益に関しては前期に比べて進捗が悪いように見えるんですけれども、やはりリソース、人の数あってのビジネスになっておりますので、しっかりと上期にリソースを確保できたというのが実態でございます。しっかりとこれを下期に 収益貢献、利益貢献させていくことができる状態になっておりますので、通期の計画値の達成をしっかりとしていきたいというふうに考えております。通期の業績予想に対する進捗状況でございます。売上高は2級累計で47.4%の進捗を見込んでおりましたが、現在47.0%。 営業利益の方は30.6%の進捗を見込んでいて、現状25.7%、まあ。経営値36%見を見込んでいて、24.7%。純利益は35.6%を見込んでいて、23.2%と、そういった状況になっております。はい。えー、では、4つ目のトピックスですね、えー。当社はですね、7月に株式会社エリスさんとの業務提携を発表しております。 こちら、エリスさんは東大の松尾啓発スタートアップの会社さんでありまして、しっかりと松尾先生も技術顧問に入っておられる会社でございます。現在はですね、AI を使った訪問ルート最適化システムの開発をしておりまして、順調に開発が進んでおります。それから2つ目ですけれども、自己株式の取得を実施しました。 こちらは2級までに実施したのではなくて、実施したのは7月以降なんですけれども、経営環境に応じたまあ機動的な資本政策の一環として行っております。当社の普通株式を6万株、約1億円ですね、市場買い付けにより行っております。それから出店エリアでございます。先ほど二級までに五月に二拠点出店したとお話ししたんですけれども、七月にも一つ出店しておりますので三拠点。 まあ、しっかりと年間6拠点という計画を出しておりまして、まあ、順調に年の半分が終わった時に3拠点と、残り半分で残り3拠点というふうに考えていまして、えー、順調に計画通りでございます。また、先ほど少しお話しした、こちらの飛び地、東京の東の方ですね、飛び地に出した部分、これ緑がもうすでに出している部分なんですけれども、この飛び地を昨年出したことによって、 えー、今年この黄色い部分飛び地を起点に、えー、立ち上がりの早い新規拠点設立開設っていうのができておりますはい、えー、私からのご説明は以上となりますありがとうございましたそれではこれより質疑応答に移らせていただきますではまず一つ目のご質問です 株式会社エリスと共同開発の業務提携を行うとのことですが、はい、業績への影響と今後の展望について教えてくださいはい、ありがとうございます。えー、こちらですね、業績への影響としましては、ルート整備のシステムを AI を使ってこう解決していこうというところでございまして、えー、拠点ごとにですね、ルート整備が得意な方、苦手な方、ってちょっとばらつきがあります。 苦手な方は一日半日ぐらいですね、ルート整備にこう時間を費やしているというような現状がありますので、まあそういった部分をしっかりと AI がものの数分で効率的なルートを組んでくれる。そして、働き手が納得感のあるルート整備を組んでくれる。まあこれが実現できると、まあ、しっかりとこうコスト削減というところにつながっていきますし、人の目と頭では少し限界があるような、その人の目と頭を 超えた効率性のあるルートを組むことによって、人がやるよりももう1件、2件、1ルートあたり、訪問件数を増やすことができる。まあ、こういうことが期待できます。まあ、それによるですね、コスト削減と売上増加っていうのは見込んでいるんですけれども、まあ、こちらですね、もう少し今後の状況を見ながら定量的に測れるようになったタイミングでしっかりお知らせしたいというふうには思っております。しっかりとその、 1>, 1拠点あたり100名とかそれから150名ぐらいのご利用者様を抱えることになるんですけども150名のご利用者様が何用何時がいいですとか男性がいい女性がいいですとかいろんなリクエストがありますそんな多くの変数をですね一人の頭の中で組み合わせながらルートを組むって非常に大変な作業になっておりますのでしっかりとですね AI の力を借りてやっていきたいなというふうに思っています 非常に技術力の高いエリスさんですので、今後の展望としては、ですね、しっかりと訪問看護サービスの質を高める AI ソリューション、ルート整備以外にも検討していきたいと思っておりますし、AI を使ってしっかりと訪問看護のスタンダードっていうのを確立していきたいなというふうに思っています。すす。はははい、いい、いそううったとところでででね。ありがごございますでは3つ目のご質問です。 高齢化社会における訪問看護の需要増加に対して、どのような対策を取られているか教えてくださいあ。はい、ありがとうございます。そうですね、超高齢化社会がこう進む中で、えー、先ほども業界の課題として挙げさせていただいたあ人材不足っていうところおあります。まだまだあ家に帰りたいけど、帰れないご高齢の方いらっしゃいますし、認知度が低くて、家に帰れるのに帰ることを知らなかった。 っていうご家族の方、たくさんいらっしゃいます。えー、我々はしっかりと採用して育成する、それから出店をしていくことで、この訪問看護の需要増加に対してしっかり供給面で貢献していきたいというふうに考えています。まあ、その他にも、それだけではスピードは追いつかないと思っておりますので、先ほど申し上げたような、間接的にでも貢献できればと思っているので、コンサルティング事業ですとか、 というところを始めていって拡大して、当社以外の部分でも訪問看護頑張ってくださっている皆さん、我々と一緒になって頑張って高齢の方を高齢者の方々を助けられるようなそんな社会を作っていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、では続いてのご質問です。今回の報酬改定による影響はどの程度あるのでしょうか。はい、あ、ありがとうございます。 こちらですね、訪問看護に関して言いますと、基本的に単価は上乗せされたんですけれども、減算といって単価をちょっとこう下げる法制法令改定もありまして、特にそのセラピストの訪問によるリハビリの訪問に関しては、少しその減算って言うんですけども、単価をこう下げるような法改正がありました。で、これらトータルで見るとですね、訪問看護全体では、 あ大きな影響はなくまあ、先ほども少しこう2級の単価っていうのを前年比で出しましたけれども、えー、大きな影響なく上振れもしなかったですけども下振れもなかったというような状況でございますはい、はい、ありがとうございますでは続いてのご質問です株式の流動性を向上するためどのような対策を考えていますかはい、えー、ありがとうございます、えー、流動性向上重要なあ課題と 認識しております今年に入ってからですね、IR の施策を強化しておりまして、もしお時間あれば当社の IR ページをご覧いただければ大変ありがたいんですけれども、まあ、昨年と比べるとニュースの、IR リリースのニュースの数が大きく変わっているかと思います。まあ、積極的に投資家の皆様に IR で情報発信をしているところであります。 またあの資本政策としての計画は現状ないですけれどももう一単元あたりの投資額を下げる意味で、えー、適切なタイミングで株式分割と考えていきたいなというふうにも考え,えー、考えておりますはい、はい、ありがとうございますでは続いてのご質問です自己株式の取得をされましたがその後の株価の動きについてはどのように評価されていますか再度取得は検討されていますかうで、ん、す、うん ありがとうございます、えー、こちら自己株7月にやったんですけれど行ったんですけれども、えー、当社の業績面、えー、それから訪問看護のマーケットの成長率当社の成長率規模感、まあ、こういったところを総合的に勘案して勘案して割安だというふうに判断しまして自己株取得を行いました、えー、その後の株価の変動先日も大きな下落それからリカバリーがありましたけれども マーケットの動きに関しては、私から特にちょっとコメントをさせていただくことはないかなというふうに思っております。えー、今後の取得ですね、今後の取得に関しましては、また改めて先ほど申し上げたようなマーケットの環境よりも、株式のマーケットの環境もそうなんですけども、 えー、訪問看護業界の規模の大きさ成長率当社の成長率から総合的に勘案して改めてまた検討していきたいというふうに考えておりますありがとうございます、はい、では続いてのご質問です採用が好調とありますが計画を上振れしたのでしょうかはいありがとうございます、えー、そうですね計画以上の進捗となっておりますまあ、特にあの。 復、えー、職の方がですね、えー、想定を超える復職数でして、皆さんの当社、戻ってきてくださっていると嬉しい、えー、状況でございます。まあ、一方で、えー、順調に採用も計画を少し超えるような状況ですので、まあ、人件費、それから人材の紹介料になりますけど、採用費が多くコストとしてはかかっております。はい。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問です。 採用は今後も順調に伸びるものでしょうか課題があれば教えてください。うん、あ,ありがとうございますあの。本当にこう、ありがたい質問でして、えー、当社の重要な KPI をご理解いただいているご質問だと思います。やはり採用のお課題、えー、としては、毎年過去最高の採用数が計画になります。来年も、お 今年を超える採用計画になるだろうと予想しているんですけれども、まあ、課題として常に採用力を高めていかなければならないというのが、常にこう事業を進める上で課題として横にいるというような感じでございます。まあ、しかしながらあ、その課題を認識しているからこそ、採用チームの強化ですとか、一つ一つの採用ルートごとに、 採用燃力を練り直す PDCA を回していくっていうことをやっておりまして、えー、今年に関しては昨年よりも大きなあ数の多い採用計画でしたけれども、そのお増えた採用計画の数の割合よりもお応募の数の増えた割合の方が多く今年はあ来ておりますので、 非常に順調でございます。まあ、この採用力を強化していく動き、手続き、えー、日々の管理、えー、っていうところを引き続きやっていくことで、来年も過去最高の採用をきっとできるだろうというふうに考えておりますすありがとうごございます、はいまででは続いてのご質問です。 企業文化や従業員エンゲージメントはどの程度業績に影響すると考えていますかはいあ、ありがとうございます、えー。この企業文化、それから従業員エンゲージメントというのは非常に重要なものだと捉えております。えー、なぜならば、 それを軸に、MVV を軸に経営することで、しっかりと同じ方向を向いて、みんなで目標に向かって進んでいけますし、その状況というのは、エンゲージを高める一つの大きな要因になるというふうに考えています。エンゲージメントが高まると離職率は低下しますし、人が辞めないということは、オペレーションもしっかりと安定して運用できます。採用コスト 不要なですね、退職補充による採用コストも抑えることができますし、教育を、不要な教育コスト、こういったマネジメントコストも削減することができます。まあ、そういった意味で、企業文化、従業員エンゲージメントは非常に重要なものだと考えております。はい。ありがとうございます。では、続いてのご質問です。 訪問看護スタッフの離職率を低減するため、うん、どのような取り組みをされているか教えてください。ありがとうございます、えー。離職率に関しては、当社はまだ公表はしてないんですけれども、昨年より足元大幅に改善しています。えー、まあ従来から安心して、えー、働ける環境整備はもちろん行っているんですけれども、お創業者の大河原が現在、えー、現場のトップとして、えー、先ほどから、 少し、えー、何回か申し上げてますけれども、理念の浸透と、えー、価値観の共有、えー、そして、えー、そして自らミッションビジョンバリューを体現するというところをやってくれておりますので、えー、それがしっかり現場まで伝わって、働きがいの面においても非常にポジティブな反応があ出てきているというふうに考えていままますすはははい、はいいありりがとととうございますそれれででお時間となりましたたのでこれにてて質疑応答は終了とさせていただきます。 皆様たくさんのご質問ありがとうございましたそれでは最後に柴田社長よりご視聴いただいている皆様に一言お願いいたしますはいありがとうございます本日はお忙しい中ご清聴いただきましてありがとうございました、えー、半期終わりまして残り半年と当社は売上利益ともに下期に大きくなる傾向がありますのでしっかりと残り半年当初 公表した計画数値を達成できるように、邁進してまいりたいと思いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。以上です。柴田社長、ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、リカバリーインターナショナル株式会社、2024年12月期、第2四半期、欠損説明会を終了させていただきます。本日はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。